州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますかー。出ましたね、今月も剣道日本7月号。タイトルは、それでも前を向こう。まあ、内容はね、一言で言うとコロナ特集です。まあ、有名選手からのメッセージだったり、今できる稽古の話だったり、世界各国の状況だったり、マスクの話だったり、そういった感じです。まあ、今日のこのビデオも、剣道日本さんにご協力と許可いただいて作ってます。それで早速本題なんだけど、今月こうやって見てたら、福岡のインターハイ4連覇、中村学園女子中学高校の岩城典彦先生が素振りの解説してくれてるんですよ。これがね、もうすごい工夫で、もしかしたらね、中学生高校生とか今素振りやりながらこういうのがすっごい刺激になるんじゃないかなと思って動画にしました。それでね、この今月もこうやって記事読んでるじゃない。記事はいいのよ、記事はいいのよ。でもね、この記事に動画がついてるって気がつく人まずいないと思うんです。だってさ、こんなちっちゃいところにチラッと書いてるだけだもん。僕も動画があるって気がつかなくて読み落としてて、付録のね、DVD の代わりのダウンロード動画があるんですけども、それの1時間15分ぐらいあります。それの最後の最後にチラッと載ってて、あ、これあれだって思ったんですよ。いや、せめて QR コードつけてくださいよ、剣道日本さん。解説は、この記事の中に書かれてる岩城典彦先生の言葉です。現在、学校は臨時休校となっており、生徒は実家に帰っています。部活動においては、Zoom というアプリケーションを使うことで、全員が参加するようにしています。今は午後2時頃からトレーニングや素振り、夜8時からはミーティングをどちらも1時間ほどしています。何もしなければ遅れるばかりですから、できることをやるしかありません。上下振り、足を広げてかかとをつけさせ、かかとを軸にするよう意識させます。これは姿勢づくりにつながります。かかとに重心を置いていれば、体にまっすぐな軸が入ります。腰が入り、背骨が伸びて肩甲骨が広がった状態です。この軸がぶれると、振った時に上半身が前後にフラフラするのです。体の使い方を体得すれば体幹はぶれません。力まず竹刀の重さだけで振ればいい。そういう感覚を覚えさせたいので上下振りをしています。踏み込み足。一つは板になれるという目的があります。もう一つはまっすぐだけでなく、右にも左にも入る動きはありますので、そういう感覚を毎日することで覚えてほしいと考えています。正面打ち。全員が主将に向かって構える。初めの号令はかかるが、すぐには動き出さない。おもむろに主将が正面を打つや、他の部員もそれに呼応するかのように素早く振る。相手主将の出鼻を取るイメージを持たせたい。キャプテンには長ければ30秒動かなくていいと言っています。そして振り上げと振り下ろしが1拍子になるよう指導しています。跳躍素振りは2種類。最初の方は小さく跳躍をして、そのリズムに合わせて振り下ろす少し速い素振りです。その後に通常の跳躍素振りをします。緩急をつけ、同じ跳躍素振りでもリズムを変える意味があります。最初の素振りは足を少しだけ前後させ、後半の方は大きく動くように指導しています。いや、すごい素振りでしたね。緊張感、工夫、こだわり、特に中学生、高校生にはすごい刺激になったと思います。もっと詳しく知りたい人は、今月号2020年7月号の剣道日本買って、こうやってダウンロードしてみてください。他にもね、腰落としとか、右面打ちとかね、素振り載ってました。あ、そういえばね、この間鍋山先生の試合解説で剣道日本を紹介した時に、剣道日本本屋さん買いに行ったんだけど、なかったよっていう問い合わせが僕にありました。なんで代わりに僕が聞いておきました。剣道日本さん電話して聞きました。なんで本屋さんに置いてないんですか？それは本屋さんに置いてるんだけど、発行部数が少ないので、並ばないこともあるそうです。だからもうね、Amazon とか剣道日本のホームページとか、定期購読するとかで買ってもらった方が早いかもしれない。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。